はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダフリードの中古販売です。お値段なんとじゃじゃん99万8000円ということで、G ジャストセレクション7人乗りのご紹介ですね。走行距離は、3万116キロ走っております。車検は令和4年の12月までついております。いや、フリードちょうどいいということでね、ザ日本乗り物ですよ。本当にその日本のね、駐車環境とか道路事情とかその辺ね、もう最高にいいサイズ感という感じなんですよね。こちらね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、中古販売の方しております。詳しくはね、下の概要欄クリックしてくださいね。いや、フリードね、これ本当一世風靡しましたよね。いや、本当にね、街中でよく見るモデルですよね。今ね、これモデルチェンジしてね、より精悍な顔立ちにはなったんですけど、これフリードハイブリッドね、273万2000円です。ね、納期もね、まあそこそこかかるということなんですが、今ね、半導体不足で、やっぱりその中古車市場を求めてる方、すぐ車欲しいという方、結構いらっしゃるみたいです。ね、これ100万切ってますよね、99万8000円。ね、まあ値段もね、これぐらいだったら、みたいな感じですよね。で、まあちょっと中古販売なので、ぐるっと一周見ていきます。傷などないでしょうかという感じですよね。というか、これ真っ白というかね、パールホワイト。ね、すごい結構綺麗な塗装してます。ね、ツヤツヤしてますよ。もうチェックポイント大体この辺なんですよね。このリアの後ろ。このあたりね、よく擦ってる人多いんですけど、どうでしょうか。ね、下まで見てみるよ。ほら。ね、当てた様子なし。細かいね、やっぱ洗車傷とかそういうのは、まあ多少しょうがないですよね。で、結構気になるのが、このほら、リアの、テールランプ、この辺のくすみ具合とか日焼けとかね、そんなにしてないって感じ。右後ろもこんな感じですよ。ほら、そんなに、ざーっとね、見ていってくださいね。ざーっと見ていってくださいね。傷などよく見てくださいね。私ね、中古を見るポイントとしては、やっぱこのヘッドライトのくすみ具合とか、その辺やっぱ気になりますよね。まあこれもね、なんか磨いたら綺麗になるらしいんですけど、まあこの車は綺麗ですね。透明感、残ってます、透明感。よく見るとここなんかレンズっぽい、ね、なんかレンズが、小さいレンズがいっぱいある感じ。ね、フロントの、この鏡面のグリルも、いいですよね。今のこのフリード結構精悍な顔立ちになったんですが、この時代のフリードの顔もね、私結構好きなんですよね。若干こっちはほら真っ白、高級感のある白と言ったらいいですかね。よし、タイヤ見ていこう。タイヤは185の 60R15 15インチですね。これアルミホイールじゃなくてカバーになってます。ホイールキャップがついてますね。横浜タイヤですね。溝はね、まだまだいけそうです。スリップサインもね、出てないですよね。ブルーアースエコタイヤです。リアもまだ溝あるよ。大丈夫。このまま乗れそうです。ね、ほら、ぐるっと一周しましたよ。ちょっと、後ろ開けさせてもらいます。わお、広い。でかい、広い。やっぱフリード。やっぱね、このリアシートがこう跳ね上がるっていうね、こういうタイプになります。電動の扉。はあ、こんな感じになるんね。へえ、ここの手すりに固定する感じか。まあいや、もうここまで跳ね上げてると、もうバンみたいな感じですね。まあ車中泊というか、もうこれぞキャンピングカーっていう感じですよ。よし、じゃあこのままちょっと内装の方見ていきますね。まずは運転席のシートチェックです。ほら、こんな感じですよ。この辺どうでしょうか。ね。まあ、黒いシートなんで、まあ、汚れは目立ってないなっていう感じです。まあ、そのシンプルなデザインの作りですよね。この辺は布だったんですね。よし。ちょっとお邪魔しますわ。内装はね、こんな感じです。おー、結構こう、中もこう、流線形というか、こう、R 使いのデザインが特徴的ですね。なんかこう、包み込まれるような感じです。メーターがめっちゃ見やすい。この大きい、これ。すごい大きいよ。なんか、スピードメーターがドカーっと来てます。で、タコメーターが、これ6500回転からレッドゾーンと。
という感じです。でこの運転席のねここで扉の操作ができますね。でミラーの調整はこういうところにボタンがあります。あとドリンクホルダーとか、ああ ETC 完備ですね。よかった。わ、開いたわ。これなんか SD カードが入るみたいですね。CD も入るようになってました。あ、このなんかボタンが、なんか、昔のファミコンみたいななんかぷよっとしてる。まあ、あとはね、すごいやっぱシンプルなんですよね。必要最低限といいますか、操作のしやすい位置にボタンがあるという感じですね。で、これクルーズコントロールとかついてます。ちょっとリアシートをやってみるか。シート組み立てました。これね7人掛け、ちょっとお邪魔します。だいぶねこれ今ドライビングポジション後ろの方に引いてます。それでやっぱ足元を拳1個半ぐらいですね。そんなにめちゃくちゃ広いっていう感じではないんですが、背中倒すとこうゆったり乗れるっていう感じですね。肘置き出てきますよ。シートの使用感見てください。こんな感じですね。あ、後ろにこうフックもついてるんだな。リアはだいぶ狭そうですね。カメラでこうやって見るとね、広角なんですけど、そんなに、やっぱ子供ぐらいかなっていう感じですね。まあ乗れんことはないって感じやけど、ちょっと乗ってみる？あ、すごい。これバネで。ね、これは楽よ。お邪魔します。ね、こうやって跳ね上げてると、すごい足元楽々なんですけど、こんな乗り方はしないですよね。いや実際はねこの幅なんですよね。これどうかな、いけるんかな。ああ、きつい。これはきつい。3列目はねちょっとなかなかのねサイズ感ですね。はい、フリード、中古販売ということでこちらね、99万8000円で販売しております。走行距離は3万116キロですね。車検はね、令和4年の12月までついております。こちらね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで中古販売の方をしております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。はい、というわけでホンダフリードの中古販売でした。じゃあね、バーイ。